tell you a story. When I was young, I had dreams of glory. All these mistakes seem to come like a flood. Until my days, they were done. この番組はライジングレディース心斎橋ゴルフスタジオの提供でお送りします。番組 MC の徳原恵里です。どうぞよろしくお願いします。今回はライジングレディース心斎橋ゴルフスタジオのプロアマチームバトルを行います。元プロ野球選手と女子研究生が一つのチームとなり18ホール変則オルタネートでスコアを競います。舞台は大阪府池田市にある不使用ゴルフクラブ。全27ホールの中から前半は景観美に囲まれたチャンピオンコースの東コース、後半はグリーンの起伏やうねりが多く難しい西コースを使用いたします。いいよ。完璧だ。乗ってるかな。うん。いや、乗ってる。乗ってるよこれ。しっかりいった。おお。すごい。やられた。すごい。上手みたい。ほら来た。東コース8番527ヤードパー5。ティーショットを思い切って左サイドに打てると2オンが狙えるチャンスホール。確実にバーディーを狙いたいところです。では続いてのホールは東の8番ホール、うん、パー5です。はい、はい、そうですね。でティーショットがやっぱここ鍵で左にドッグレッグしているホールですね。はい、はい、でここやっぱりあの飛ぶ人がやっぱ揺れと思うんで、まあ、関本さんも持ってますけどドライバーね、はいはい、思いっきりカット飛ばしてもらおうかなという感じですね。はい、はいはい、今成さんはドライバー。お、くっ、来ないな。もうスッと来る感じだったんだけど今。飛んでくるかなって、はい。はい。じゃあこのホールはドライバーでキャプテン勝負ですね。はい。そうですね。はい。では飛ばしていってください。はい、頑張ります。はい。狙いはカメラさん。ん？どっから風か。やっぱり。よし。おー、ナイスショー。ヘディング、ヘディング、ヘディング。死ぬ。おー、ナイスです。ナイスですね。ナイスですね。狙った方ばっすぐ行きましたね。カメラマンさん狙いでしたもんね。カメラさん前行ってるな。前行ってるな。全然行ってます。前行ってますよ。行っちゃったね、これ。ナイスです。豪快な、ね、いいショットでしたね。狙いはどの方向ですか？あちらさんです。あちらさん。でも関さんの左打ちたいんですけど、はい、失敗してもカメラマンさんの方に行きたいですね。うん、そうですね。
行ってみます。はい、わあ、あかん、右行った。音がすごい、見えへんくなった。あー、星来た。うん、同じところへんですかね。いや、多分カート道らへん、え、それ行っちゃった。あ、行ってみましょう。行ってみたら分かるさ。ニラリードしてるけど、いや、もっとリードしたい。このまま逃げ切りたい。ちょっともうグーのでも言えんぐらいリード広げたい、はい、バーディーがツンと取りたいな。うまいな。相手のミスで2打広がったからな、こっちのな、あれで取りたいな。ここはいけるんじゃないかな。でもこれ結構次セカンド残るんよね、確か。でもあそこまで取れたら全然、うん、いけるかな。レギュラーからも変わらんぐらいの、いつもの位置やんな。あ、ほんま？いや、いつもより近いより前行ってる。すごい。てか、これどこまで落ちてきたの？え、わかんない。上には行ってないでしょ。多分上には行ってないと思うんですけど、方向がカート道方向だった。え、帯やってる？あれ？ない、なさそうっす。鈴木さん、多分なさそうっす。え、今のホールですね、チーム今成のボールが残念ながら OB 杭を超えていたそうで、ですのでプレイング4を使ってプレーを再開したいと思います。2番手の選手に打ってもらいます。はい、私今成亮太、 OB 打ちました。ドライバーとスプーンください。いや、すいませんでした。聞いてない聞いてない見てみて。さやちんさ、レーザー持ってる？うん、今カメラに向かって謝罪しといた。そしたら2人とも全然もう、はい、全然もう、そんな楽しかったら OK。 ピン270、バンカー越え240、怖いんだよ。ハンデ上げすぎたかな、ちょっと。おー、ナイス、ございます。いいとこですね。すごいよな、ずっと。すごいショットね。本当に切り返しがすごいですよね。ちょっとつま先上がりのラフですね。ボールは見えてるんですけど、でもちょっと傾斜がきついので、まあそんな簡単じゃないですよね。はい、まあ、3打目フェアウェイからいいとこ置いてっていう感じなんですけど、風も上げてますしね。うん、右は広いですからね。そうですね。左に来い、左に来い、左に来い、左に来い。オッケーオッケーオッケー。下抜けた。本人も言ってましたけど、下抜けたって言ったんですけど、浮いてるとやっぱりね、あのつま先上がりですし、さらにいつもよりも地面が近いので下くぐっちゃって、まあ要は天ぷらみたいな感じになりやすいですよね。はい、うん、なるほど。でも一応ね、次あ全然いいとこですよ。はいはい。144。上空の風、うん、上げてんな。150打った方がいいかな。うん、いいんちゃう。上げてるし、キャリー150打ってもいけると思う。じゃあ6番行ってる。ナイス。ナイス。ナイス。
ましょう。安定感抜群や。さすがよ。うん、ましょう。セッキーガールズ頼もしい。ガチなんで。作戦変更。はい。全部チップイン目指そう。だいぶ攻めていきますね。時計時計。3時半ね。いい音した。これうまいんちゃう。抜けてる。ゴーゴーゴー。うん。ナイス。今のとめっちゃ綺麗でした。でもナイス。綺麗すぎました、ね、はい、めっちゃ音良かったですもんね。めっちゃ綺麗。バックスピン効いてますよ。やばい。毎年からね。ね。ありがとうございます。まあ、ここもね、まあ、OB 出てもチーム明るいんで、はい、ね、次出て、まあ、ボギー流れればね、はい、繋がっていきますからね、次に。勘違いしてた、あっちがと思ってた。多分愛次じゃない。あ、違うわ、愛がショット打ったんか。うん、で俺でしょ。あ、そうそうそう。やべえじゃん。大丈夫です、あの学校にやってください。入れちゃう。登ってんな。関本チームの方は今成チームのパッド見れるんで。そうですよね。ラインが丸かぶりなんで、はい、まあ、参考になりますよね。最後この辺からさ、スライス入んない？ですよね。そう、入りそう。あとはセンスだね。パターはセンスでしょ。はい、そうですね。センスあるんで大丈夫です。左カップ内側。今日一番入ってる人やから。せやな。入れてから言ってね。行きます。はい、関さんに悩みしちゃうな、これは。あかんやつだ。うん、しっかり打った。しっかり。おお、惜しい。惜しい。ナイストライ。ちょいやっぱロックあるのか、うん、距離感は丸ね。めっちゃ丸です。若干今のはでもかなり参考になったんじゃないますかね。フックしたね、関本さん。っていうのはここからフックっす、うん、でもカップの中でいいと思う。ちょっと口ぐらい。そうですね、きっちり最後まで見れましたからね、うん、カップの中でいいですか。はい、パッと。うわ、惜しい。惜しい。あ、カマスの中、漏れちゃう。お席です。ナイスパーです。ナイスパー、ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんね、それする。いや、カップなんやろね。うん、行ってもしなさそう。入れてダブルボギーですね。はい、うん、これは入れておきたいですね。大事な。うまくいきます。いってらっしゃい。行ってきます。ナイス。ナイスです。ナイス、うん、ナイスバーディナイスバーディこのホール勝った方が勝ちですよね。どう見ても編集してもバーディーにはならん。はい、8番ホールが終わりまして、チーム関本はナイスパー、そしてチーム今成が前のホールに続いてダブルボギーということで、はい、トータル4打差になってしまいましたね。そうですね、まあ、少し差が開いたかなっていう感じなんですけども、はい、うん、まあね、ちょっとこう難しいホールやったんで、まあ、OB 出ちゃいましたけどね、うんうん、やっぱり全体的にコースも狭いからちょっと曲がるとそうです ね、はい、残らなかったりってありますもんね、うん、よくこうね戦略が練られてるコースなんで、はい、本当に難しいんですよね、はいはい、
では次は前半最終ホールです、うん、どうなるんでしょうか、お楽しみに。東コース9番434ヤードパー4、ティーショットの落としどころが見えないので狙いを定めて打ちたいところ。セカンドはピンの奥につけると難しいホールです。東の9番ホールパー4です。はい、まあ、難しいですねこのホールもね。右が OB で左側を受けてますけどもね、それよりもねこのティーグラウンドからのこの木がすごくあのスタイルになると思うんで、うん、これがどう攻略するかですよ ね、 これすごいですよね、うん、はい、難易度高いですよね、うん、かなり狭い木と木の間を打たないといけないですもんね、はい、なかなか難しいホールですね、はい、うん、澤田選手と辻岡選手が最終ホールのドライバーショットということで、うん、はい、では正確なショットを見せてもらいましょう。おお、いい結果でした。はい、見てたよサングラスつけて全部ボールを追ってたよ、こうやってくぼみの奥行ったね、くぼみの奥行ってますかね、めちゃくちゃセンターありがとうございます、すげえ。はい、二人ドライバーは何に使われてるんですか。ロッティアです。ロッティアです。たまたま一緒ですか。たまたま一緒、あ、でも一緒でも一緒でもちょっと顔が違いますよ ね、ソウルの顔も、うん、こっちの顔もちょっと違う、大きいですね、そっちね、大きいね、こっちの方が多分小顔やね、ディープですよね、熱い感じで。シャフトは何使ってるのか。シャフトはクレイジーです。クレイジーなんですね、はい、S シャフト S です。お、さすがっすね、ヘッドショー早いですもんね、めちゃくちゃ触れてますもんね本当ですか、ありがとうございます。ポがいいもんね、すごく。佐田選手のシャフトは私スピーダーですね、ダイヤモンド、硬さとかあるんですか。 S5S ほんまやね、5S って書いて、じゃあやっぱり2人ともしっかり振れる、ね、そうですね、振れる選手だと S 使うんですね、うん、少し軽くて硬いのが今流行ってるというか主流です。あ、そうですよね、多い軽かったですよね、うん、確かに。これヘッドのロフト角っていうんですか、何度ぐらい使ってるんですか、うん、もう分かんないんですよね、これは 8.8 って言ってました。 8.8 立ってますね、めちゃめちゃ 8.8 見せてください、すごいな、これであんだけ上がるんですもんね。で、近くもそれぐらいなのかな、うん、多分そ、私結構立ってるんですよ、これ多分愛より立ってるよ、すごいな、立ってる立ってるから、すごくね、上がりにくい設定ですよね。あ、でも綺麗に上がってましたよね、上がってますね、うん、すごくいい放物線で飛んでましたね。いいですね、お二人ともナイスショットでしたね、ありがとうございます。フェアウェイってよかった。ああ、ペタった、ちょっと薄かったかな、ペラった、うん、右の傾斜に落ちたか落ちなかったかぐらいの感じですね、うん、こ
こうなんか絞れてるから長いホールなんで、今のも結構距離があったんでしょうね。狙った、うん、しっかり打とうとしてちょっと突っ込んだかなっていう感じですね。三段目任せてください。おー、いい打球。我慢我慢我慢。ちょっと短い左かな。5だいぶ短いよ。何も見えてない。全然バンカーホール。バンカーホールぐらいですかね。本当このホールは簡単っていうホールがないですよね。不使用はね、本当に戦略性高いコースですよね。どのホールも結構、ね、考えて打たないとっていう感じですね。ティーショットもセカンドもずっと結構考え続けてる。ね、グリーンも。いや本当グリーンも難しいですからね。そうですよね。本当に。いいコースというか、よく戦略練られたコースですよね。うん、おー、いいぞ、うまい。うわ、でもだ。おー、うまーい。ナイス、ナイス、ナイス、すごい。ナイス。なんかすごい。おー、すごい。うまかった、今。まあ、ありがとうございます。めっちゃ聞いてた。ありがとうございます。こちらからは以上です。あれですよ。ミッキーが行くの？ミッキーが行くの？ミッキー行きます。ミッキー行きます。ミッキーが一言言ってた。好きなんやん。前半だけやね。前半だけ。いや、後半も見せますよ。うまい。うまい。入れ。スラ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 。うまい。ナイス。うまい。満足。満足の顔取ってください。今どこまで掘るかなって掘ってたけどね。膝まで行くんちゃうかな。うわーい。でもこちらもすごかったですね。ありがとうございます。すごかったね。すごかったですね。よかった、香りがまんくて済んで。まっすぐで行こう。お願いします。うん、まっすぐでいい。ないですね。え、そういうもんじゃないの、ゴルフ。ナイスアプローチ。それが、お前らの、やり方が。ナイス。おはようございます。目つぶっても入るでしょ。はい、目つぶったらプラス2点とかないですか。ない。ない。ナイス。ありがとうございます。ありがとうございました。よしよしよし。ありがとうございます。いいパーでしたね。両チームともアプローチが素晴らしかったです。ねえ、ラフからとバンカーからと、うん、から両方難しかったですよ。ねえ、はい、すごく見どころでしたね。うん、そうですね。はい、ということで前半を終えましたが、4打差ということで、うん、後半どうなっていくんでしょうか。まだ分かんないですね。はい、はい、後半もお楽しみに。はい、ではここからは後半のホールに入るんですが、まず前半を振り返ってみたいと思います。うん、前半チーム関本がスコアがトータル38。はい。はい。2オーバー。はい。ですよね。言った通り。いいペース。いいペース。そしてチーム今成は6オーバーの42。魅力ある。伸びしろ。はい。まだまだ。先輩気使うもんだって。ねえ。ここから、ここから。ここからですね。はい。はい。まだ半分しか終わってないですからね。うん。まあ、多分関さんがあーらこーらーらーってするんでこっち攻めでね、はい、こっち攻めでいきますんで。あ、なるほど。、うん、言葉で攻めつつ、うん、はい、わかりました。はい、
では後半のスタートホールはここからは西コースになります。西コース1番538ヤードパー5、右ドッグレッグでグリーンまで打ち上げが続くため長めのロングとなります。3打目勝負で攻めたいホールです。ロングから始まりますね。そうですね、はい、ロングホールですね。で打ち上げの少し右ドッグレッグのホールになってます。でかなりね、あの後半風が出てきてるんで、ここも打ち上げでアゲンストなんでなかなかしんどいホールですけどね、はい、頑張っていきましょう、はい。そしてチーム関本は皆さんクラブ持ってます、ね、誰が打つ？じゃあ関本さん。はい、ロングですね、うん、はい、それは落とされましたね。それはもうわしが言ったるけやもん。お願いします。じゃあ後半もキャプテン勝負からスタートですね。はい、はい、では頑張っていきましょう。上げてね。上げてますね。お願いします。ナイスです。大丈夫だ。いや、大丈夫。おあ、あ、あ、うん、なんかややこしい動いた。寄っていった。あの木の左に行きたかったな。お願いします。お願いします。落ちる。うわー、ナイスショー。いやいや、全然いいとこです。おー、ナイスショー。ちょっと折れた。すごい。ナイスショー。折れた。豪快な。ナイスショーです。ナイスショー。ナイスショー。めっちゃナイスショーですよね。シュパーン、シュパーンって言ってます。お昼ご飯食べて元気になった。元気もりもり。森太郎。これも後半もう全部俺もサングラス外していこう。サングラス外していくんですか。うん、カッピャリでいく目を。いけそうですか。わ、結構なつま先上がりやな。あの木のもう手前ぐらいまでしか。あの木より右は無理やな。木まで何ヤードか。木まで150。ま、うん、5ぐらい、155。つま先上がり結構すごい。どうする。え、打ってる。打ってるけど、打ってるけど全然どっちでもいい。じゃあサード地下うまいからお願いしていい。実は方向的にはいけそうっちゃいけそうですかね。木の方向でいい。うん、木スレス。木の方向しか狙えないと思う。気持ちカットに打てたらもう最高みたいな。うわ、難しいそれ、うん、もう低くバーンって打つ感じでいいじゃない。うん、こんな感じでいい。打ちます。木の方向。怖。うん、ナイス。ナイス。飛んでないな。飛んでた。飛んでた。オッケー。ありがとうございます。目の前で。めっちゃ怖い。そうですね。この風ですからね。しかもね。うん、まだ後半ちょっと集合集合集合。はい。ちょ、カメラさん。後半の目標を言おう。どんなショット打ってもみんなで鼓舞しよう。はい。わ、ナイスだみたいな。褒めたたえよ。はい。ね、ほんで気持ち高めてこう。はい。チームなり、ファイター。おお。気づかんかったった。キャリーさん。これちょっと、あの、
気づかないの置いといて。ドライバーもらっていいですか。俺はもう気合入ってますみたいな、気合入ってんでっていうとこ見せたろね。こっちが自画泥じゃい。ナイス。ナイス。オッケーオッケー。ナイス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 。いいよ。はいはい。ありがとうありがとう。え、よかった。ナイスよ。よかったよ。ね、ドライバーにしてよかった。ちょっとよりよかったよ。笑ったらおかしいって。全部自画泥いったら。どういう意味で直ドラを使ったんですかね。ラフでね、球が浮いてたんですよね。なので、まあ、要はティーアップしてるような感じなんですよ、はい、ちっちゃいこう低いティーアップ、うんうんうん、でこのアゲンストなんで、ボールが上がってしまう方がまあまあ不利というか戻されてしまうし、でコースも狭いので、はい、まあ、低くて勢いのあるボールを打ちたいとなった時に、まあ、ドライバーの選択だったという感じですかね。あ、はい、なるほど。5番ウッドで、すいません、アプローチ頑張ろう。はい、しかもここも砲台ですね。そうです、砲台で両方ともバンカーがありますんで、はい、あ、やば、お、少し右、おお、あ、セーフ、おー、よかった、なんとかセーフ、なんとかセーフ、危なかった、ギリギリセーフしたね、危な、下に行くください、やば、風めっちゃ押されたな、やっぱこれ勝てって言ってるわ、俺らに。そうですね、運が味方してくれてるわ、さっきから。風によってちょっとあれだね、だって次バーディーまたしようね、はい、頼むよ。左からのアゲ、行くよ、攻めるよ、もう出ったり行こう、出ったり、はい、全部奥行ってもいいから、もう入れますよ。おじゃあもう2打差なっちゃう、いや、3打差やむぞ、つけろ、これはお、いいよこれ、うまい、いいよ、おい、ナイスー、バーディーパット、これプラウー、しっかりパーフェクト、すごいですね、すごい、ありがとうございます、いい球、ありがとうございます。グッ球関さん、ダメだダメだなんかちょっと打ちにくそうですね、打ちにくそう、俺ああいうの俺好きやね、ああいうトラブルショット。うまい、うわー、近いな、近いな、ナイスですね、ナイスです、よしよしよし、セクさん入ったんちゃいます、ナイス、入ったな、あれ、はい、私は、まずは行こうか、一旦ね、緊張するな、この距離、うまっ、あのライからしっかり入れたっすね、うん、うまくいった、ちょっと長いかな、あれはうまいわ、こちら敵ながらあっぱれ、よしよし、私だ、どっちですか、これはちょっと逆目、真剣モードだ、みんなみんな真剣やよ、これ弱かったら切れるけど、逆目やから強く打つわ、うん、まあ、でも両チームともいいラインですね、切れるとしたらフックやんな、フックあんま切れない、チーム関本が4オン、チーム今成が3オン、そうですね、バーディーパットですね、はいはい、うん、
作った。うまい。来い。うわー、惜しい。ナイストライ。惜しい。ナイストライ。惜しい。これは惜しかったな。入ったと思った。ね。これの内側かなと思った。ちょっとフックした。これ、ね。ナイストライ。ちょっとフックする。めっちゃ惜しかったと思った。出てくるなこの人。バーディートライ出てくるな。バーディートライになったら本当に。私の仕事だ。ちょっと次。めっちゃ左向いてません？これ決めたら2ストローク縮まるよね。そうですね。はい。本当わかんないですよね。自力で行くか。こんなもん。はい、OK です。ドンってね。はい。しっかりお願いします。これ入れたらおもろいで。頑張れ。ゴー。ああ、なんかちょっと跳ねた分かな。イレギュラーした。ここってね。そう、やっぱ最後のカップ周り、カップ周りが、あとはなんかここでちょっと跳ねた分、ね、なんか跳ねましたね。ピョンキちょっと。誰が打ったとき、あ、サヤチンか。まあでも入れてパーでしょ、うん、ナイス、うん、ナイス、ナイスボギー。入ってほしかった、うん、ナイス、ナイスです。向こうです。向こうはボギー。お、はい、後半の1ホール目が終わりまして、チーム関本がボギー、チーム今成がパーとなりましたね。はい、そうですね、はい、でも、まあ、今成チームすごかったですね。ティーショットも良かったですし、はい、セカンドの自画ドラ、うん、あれがすごかったですね。すごかったです。で、3打目しっかり寄せてたんで、はい、うん、なかなかもう全てのショットが噛み合ったですね、はい、うん、ちょっと後半に向けてちょっと気合入ってますね、ね、はい、エンジンかかってきてますね、はいはい、さあ今トータルで3打差になりました、うん、分かんないですね、ね、分かんないですね、はい、どうなるでしょうか。西コース2番350ヤードパー4、右ドッグレッグでティーショットは右側の OB に気をつけたい。セカンドは打ち上げのため距離感が求められるホール。では続いてのホールは西の2番ホールパー4です、うん、はい、ね、距離はあんまりないんですけど、ほぼ直角に右に曲がってるんですね。で、左もね、まあ、突き抜けてしまう可能性もありますんで、で、まあ、引き続き風はちょっとアゲンストなので、はい、ここもね、短いようですけども、かなりあの方向性ともにね、シビアなホールになってます。はい、はい、大丈夫、うんうんうん、大丈夫だ。なるね。大丈夫、大丈夫。うん、全然いい。お、ナイス、ここ行く、これいいよ、めっちゃ飛んでるじゃん、これ。うわ、ナイス、ナイス、ナイス、もっと行く、今結構会心、ね、今や、ピックパンサーパワー。これはもう5マットぐらいドッカンやな。どう？200230。長いな。え、203って出る。201。190の上り10、うん、でもこれ190の上り、アゲンスト210。220ぐらいのイメージで打とうかなと。風で多分5番打ってきます。いきます。
お願いします。芝だらけだ。鹿じゃねえよって話だよ。いや、めっちゃ風やばいな。おお、ナイスショー。ナイスした。超えて。ナイス、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 ナイス。ありがとう。うまい、うまい。やっぱ5番で打ってよかった。絶対5番やった。ゴーゴーゴー、返されてない。ナイスナイスナイス。入れたらパー、入れたらパー。はい、ショー、はい、入れパー、入れパー。なんか左行ったな。お、見えないけど、え、ちょ、こぼれた。おっきい。あ、でもいいとこ。あ、いいとこ、いいとこ。ほんまや、距離バッチリ。さっきちょっとこういうライン苦手って言ってました。ちょっと逆目ですもんね。逆目っぽいよね。でも今の時期のシワって枯れてるから滑りやすいと思う。ここも結構フックラインやと思います。かなり、はい、奥が高くて手前が低いんで、かなりこうフック一番寄るのがパターですね。最後はほぼ直角というか、もう真下に降りてくる感じだと思いますね。それぐらい傾斜きついと思います。じゃあもう上から、上から、最後は上からもう真横に曲がるような感じ。うん、めっちゃ壊れた。そうなんですよね。変わりましたね。誰？チカちゃん。距離感難しい。登って。登りが強いか。ここまで登り、ここまで登りやね。ね、今日重かったっけ？ちょっと重かったよ。うん。でもオーバーしていいと思うよ。うん、オーバーした方が。登りになるか。はい。で俺か。はい。任せて。これ入ったらマジ湧くわ。うわ、今日勝ち。準備しておきましょう。うん、しっかり。いいんじゃない？いいんじゃない？来い。ナイス。ストップ。うわ、取れ。ストップ。ストップ。あ、でもナイス、ナイス。次やっぱ登りですし、いい感じですか？いいよ。やっぱ結構取れたね。ねえ、あ、結構見たんよ。しっかり曲がりそうやな。登り？うん、登りしっかりあると思う。切れるよね。うん。カップ1個ぐらいに。うん、カップ1個ぐらい。
甘い。うまっ。俺は白だ。よう入れた。危ない。ナイスです。ナイスボギー。ボギーです。ボギー。ボギー。鹿に捕まったやつがいたんですよ。ねえ、ねえ。はい、ではこのホール終わりまして、関本さんチームがパー、今成さんチームがボギーというふうになりましたね。はい、そうですね。今度はでもあの鈴木選手、鈴木さんのセカンドが上手でしたね。はい、すごくいい当たりでね、風に負けずに打ってたんで、はい、あとまたその後のねパーパット、なかなかしぶとい、なかなか難しいですよ、はい、あれすごく横に切れるラインなんで、うん、ナイスパーでしたね。はい、はい、結構澤田選手のそういう微妙な距離のパットとか、そうですね、はい、絶妙ですよね。絶妙に、はあ、でも本人もホッとしたのが笑ってましたもんね、はい、過酷なあの、ね、選手ですけども、笑みが出てましたね、はい、はい、ではこの後もお見逃しなく。